こんにちは、クリスです。で、今日ちょっとカプセルホテルに泊まろうと思ってる。で、カプセルホテルがもう昔からやってるで、そういうやつすごく狭くて、で、多分僕130キロの男がちょっと無理かなと思ってる。でも最近その時からもう綺麗になってるとか、もっといいやつになってると見たいんで、で、今日ちょっと広くていいやつに泊まろうと思ってる。で、そこがここの梅田のところと言ってるのがその後ろです。大東洋サウナとカプセルホテルで、で、僕そのサウナに入るかもしれないけど、そのためじゃなくてそのカプセルのために今来ます。で、これからこのでかいちょっと、こういう人が130キロあ、まあ、みんな今131キロでな、言わないでなでもそれがちょっと秘密でも、その130キロがその簡単に入れると、ちょっとその気持ち良さそう寝れるとか、そのシャワーを使えるとか、それをちょっと知りたい。で、みんなにそれを教えたいと思ってるから、で、これから僕一泊カプセルホテルに泊まりに行きます。行こう。今7階におって、で、僕が7階に寝る。で、もらったパジャマ履いてみる。で、それどんな感じになるかちょっと知りたい。これ以上できない。その大きなサイズ入れるかどうか調べます。ちょっと 5L まであります。僕入れるかな。大丈夫そう。この130キロの男でも大丈夫そう。じゃあ上へ行けるかどうか。じゃあ上が、まあ、一応入れますけど、175の130キロのギリギリアウトです。ここ入るのがちょっと怖いでもそれ以外
まあかなり、狭く感じるけど、一応この長さ、高さ、あの幅と長さが全然大丈夫そうと思うから、それがいいこと。約75センチでも全然入れそう。なんか180以上だったら入れないと思う。ここ、絵がこことここ、このぐらいあるから、このスペースが全然大丈夫です。幅が全然大丈夫です。130キロでも大丈夫。その難しいところは、その階段登るのがめっちゃ怖いよ。で、僕膝が痛いから、ちょっと難しい。だから、ちゃんとした元気な人じゃないと乗りにくい。だから、そうじゃないと、ちゃんとスターのキャプソルにしてね。ちょっとまだ早いから、ちょっと出てでラウンジとかサウナとか行ってくる。カプセルがちょっとちっちゃいと思ったら、こういうリクライニングチェアで寝ていいと思います。今カプセルホテルより1分ぐらい歩いてて、ちょっと面白いの、街の中この足入れるので、これちょっと暖かいだから気持ち良さそうけど、僕その足その。ドライするの何も持ってないから、ちょっと今できないけど、外にちょっといろんなところ見て帰るつもり。 The Ramen War、 人がすごく並んでる。でここにバッティングセンター、バッティングドームっていう鳥貴族とか、あ、向こう行ったらラウンドワンがある。でまたこの近くにこういう沖縄料理の店ある。ここにいろんなすることあるみたいんで、だからちょっと出たく なってたらなんかいろんな遊びできるみたいんで、で僕多分ちょっとゆっくり
なんかゆっくりできるところを探して、で、それでします。その、自分のシャワーがないけど、その、7階と3階シャワーある。で、これ一人でシャワーできる。で、ちょっと、ちょっと狭い方けど、全然普通にシャワーできる。こうしたら、こことここ、まあ、ギリギリセーフや、ギリギリセーフやけど、まあ一応、ちゃんとこうとか、まあ、ここ、まあ、でも一応、大丈夫だから、ちゃんとしたシャワーできます。下行ってね、食べ物ちょっと頼んで、で、その後また寝ようと。ビールと一つセットで980円。一番コスパがいいでしょう。夜の2時がこのビールがめっちゃ美味しい。じゃあ一泊終わりました。で、楽しかったよ。もう本当にサウナとかこういう温泉とか好きだったらもう本当にゆっくりできる。で、今日が平日で、でもなんかそのカプセルの中の 80% 以上人が入ってたから、まあ結構人気なところと思う。でもまあこういう場所でこの3200円、3500円だけで人気になるのが当たり前と思うな。ゆっくりしてでいろんなところすぐ行けるからすごくいいと思う。で、もちろんそのカプセルの中飲み物とか食べ物がダメですけど、その場所、そのカプセル以外のところ全部すごく広く感じるから、だからそのそこ出てでテレビ見たりとか、そのサウナ入ったりとか温泉入ったりとか、それですごく楽しくできると思うから、じゃあまあそのチャンスあったら、まあカプセルに泊まったことないなら、まあそんなに高くないから一回やった方がいいと思う。また他の街とかカプセルが空いてたら僕泊まるかなと思う。じゃあみんな見てくれてありがとう。で、本当に登録してください。で、したかったらシェアとライクもお願いします。で、また次どっか行くか、食べ物を食べに行くか、まあ楽しみしてます。で、また今度ね、クリヒンチャンネル。